あ、お前は。エアリスは？リーフハウス。何かあったのか？うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか？うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん、こっち。が止まんねえんだ。急いで。ここ子供たちの秘密基地。いつもは子供しか入れないんだけど、それどころじゃないね。麦、帰ってきた。エアリスを連れてきた。もう大丈夫、私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すっごく強いんだから。元ソルジャーだ。黒服の男は？わかんない、いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。お花さん、青いお花さん、教えてください。ここから出ちゃったんだ。気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな。探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。どけ。やっ、終わりだ。やっ、飛んでけ。進むぞ。
使うぞ。やっ、やめろ。やっ、終わりだ。やっ、消えろ。どうしたの？いや、ティファって
クラウドの恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。ありがとう。今度何かあったらすぐ。そうする。これ助けてくれたお礼。エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ？なんだろう？数字の 2？ 入れ墨か。そういえば。リユニオン。セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス。5年前不慮の事故で死亡。ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。もしかして神話に出て。あれ？次のセリフなんだっけ？父さんが、あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。
ぶりがいる。僕が見えるのクポ。あなたたちは選ばれし人クポね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が店主のモグヤクポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだクポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけクポ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしいクポ。商品はみんなで集めた名品珍品クポ。モーグリメダルと共感するクポ。まずは会員になってほしいクポ。メダルを集めてどうするの？もちろんみんなを幸せにするクポ。それがモーグリの使命だからクポ。モグの物語と同じだね。なんでもや、頑張ろうね。ああ。次どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え？え？だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。よろしくね。モーグリモグの店にようこそ。おかげでメダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにする力溜まってきたクポ。よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあ俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるように。メダルが足りないクポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張ってクポ。クラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があってその支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人。手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。土管を持ち場にしている子、人が一番集まるところをパトロールしに行くって出て行った子、いつもお店を熱心に眺めている子、町内会でお年寄りに可愛がられてる子、よく町の出入り口を見張ってる子、みんな手作りの剣を背負っています。
どうぞよろしくお願いします。あ、エアリス、どう？お花なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵でしょ。そういえばさっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。土管を持ち場にしている子、人が一番集まるところをパトロールしに行くって出て行った子、いつもお店を熱心に眺めている子、町内会でお年寄りに可愛がられてる子、よく町の出入り口を見張ってる子、みんな手作りの剣を背負っています。どうぞよろしくお願いします。マテリアが揃ってるぜ。見てってくんな。マテリアライフを。じいちゃんの魔功路話が止まんねえんだ。アバランチの行いに対して見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生、怒ってた？うわ、ごめんなさい。アバランチの魔法炉が正体と逃亡した策略であると。どこ行くの？動揺が広がっています。停戦から5年、人々はまだ戦争が起こっています。番組では戦争によって孤児になった子供たちへの期待を。うわ、びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、
いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。内緒だぞ。話したら罰金だからな。あ、勉強の時間。天気予報を送ります。明日のミトガルはどんよりとした。あれは武器屋じゃねえからな。心によっては雨が降る。マコーロを狙うなんて対応策を考えようって話してる。5番街の人たちには見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。マコーロが爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。心配することがあるだろう。フォリア先生との約束。私帰るね。知ってる？ウォールマーケットって。戦争は終わったと思っていたのに。よく町の出入り口を見張ってる子、みんな手作りの剣を背負っています。どうぞよろしくお願いします。
くな国民だったリナの声を。俺もマコロに行かなきゃいけないね。クラウドさん、お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。これで全員だね。ハウスに戻ろう。誰か腕自慢はいないか。エアリス、お待たせ。力を貸してくれ。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ。秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。
片付ける。やっ、終わりだ。終わったね。軽い。やるしか。